皆さんこんにちは、和根塾の時間です。今日は脳と血液型の対応ということで、地球地政学の番外編になります。細かくは日本人の脳と血液型の対応、それから血液型民族分類と、こういうサブタイトルになっております。それですね、私は脳と血液型に関する本もあるんですけれども、その中で述べさせてもらったんですけども、有意脳と血液型はおおむね対応すると。で、具体的にはですね、脳と ABO 式血液型の対応関係を述べると、 A 型は左脳優位、 B 型は右脳優位、 O 型は前頭葉優位、 AB 型は後頭部優位のエネルギーを持つと。で、聞き手や環境なども人格形成に影響するしますけれども、人は有意脳を持つと、それぞれね。で、その内容はですね、脳と血液型だけじゃなくて、インドのアーユルヴェーダーの3つの体質分類、これはピッタ、カパ、バータという3つに分けてますけども、それとも非常によく対応します。その内容は、ディーパク・チョプラ博士のクォンタム・ヘルスという内容に細かく書いております。それによれば、A 型、血液型 A 型というのは左脳優位でカパ体質、B 型というのは右脳優位でバータ体質、それから O 型、これは前頭葉優位でピッタ体質というふうな対応関係ですね。ただし、人は一つのエネルギーではなく二つのエネルギーが優位となると、民族においても同じであると。でですね、具体的には A 型というのは左脳優位です。これは具体的にはデジタル脳であること、価値肯定的、ごもっともタイプですね。それから笑い情報が多い、それから負は雷動しやすい、それからコンピューターのように順序を踏んで思考する、それから6番目 SF 作家はゼロで、推理作家は非常に多いと。で、自己正当化が強いと、こういう特徴を持っています。さらに B 型は右脳優位ですね。これはアナログ脳です、デジタル脳ではない。それから価値否定的、天の弱的なところがまずあります。から左利き脳ですね。で、独立心強く、マイペース型が多い、束縛を嫌う、で、直感的、全体把握に優れる、それから操作交換性に優れる。これは野球のバッターなんかは典型なんですけどね、左打ちが多いというのは、その方が右脳優位で、働かせられるからということですね。で、次に O 型、これは前頭葉優位ですね。これは前頭葉というのは自己中心的、アバウト、大雑把である、意欲の座である、行動の座でもあると。それから記憶力に優れる、学習能力に優れる、手先足先が器用、サッカーの選手はほとんど一流選手は O 型が多いですね。言葉が巧み、演技力に優れる、それから喧嘩っ早いと、こういう特徴を持っています。さらに AB 型、これは実を言うと AB 型というのは、私は BA 型、と言ってるんですけどね、BA 型、後頭部が優位である、これはバランス感覚が優れる、反射神経が良い、から回転が速い、頭の回転が速い、から自動的である、評論家的である、淡白でクールである、こういう特徴を持っています。で、現実の個々の個人はですね、聞き手、家庭環境、職業、前世の方などで様々です。また日本人ではですね、 A 型や O 型の人でもですね、右脳優位が多い、この理由は後になります。でね、この血液型と優位脳というのはね、実を言うと世界的なものです。ここに世界の国々の血液型分布の表を示しております。ちょっと読みづらいかもしれませんけども、上からインド、中国、アメリカ、オーストラリア、日本、ロシア、イスラエル、スイス、イギリス、イングランド、フランス、スウェーデン、イタリア、スペインと、こうなっております。インドは例えば B 型が非常に圧倒的に多いです。中国は B 型が多いですね、やっぱ相対的に。アメリカ、これは O 型が多いです。ヨーロッパの中でも O 型の多い種族が、アメリカに渡っていると。からオーストラリア、これも O 型が多いですね、非常に多い。から日本、これは4321ですね、 A 型が4、O 型が3、B 型が2、AB 型が1、
この日本と、あとイスラエルはほとんど同じ数値を示しておりますね。その他は例えばスイス、圧倒的に、まあ、A 型が多い、次に B 型、あ、 A 型、O 型ですね、 A 型が圧倒的に多い、次いで、O 型ですね。これはもうヨーロッパは大体そうです。イングランド、それからフランス、やはり A 型、O 型が多い。スウェーデンもそうですね、イタリア、同じです、やはり O 型、A 型が多い。スペインもそうです、というふうな形でですね、まあ、分類ができる、民族分類ができる。で、有意能による民族分類、いくつか分けてみました。まず英語タイプ、これは西洋ですね。で、西洋は A 型、左脳派、左脳派が多く、前頭葉派がこれに次ぎます。左脳は物質文明の体現者で、分類整理を得意とするコンピューター脳ですね、まあ、ピラミッド型の思考をしやすいと。それから近代化を果たすには最も向くと。そのために時間の時代の先駆者となって近代化を果たした。西暦2000年までは魚座と言いますがね、魚は皆 A 型です。次に BO タイプ、これはインドが該当します。右脳優位で前頭葉がこれに次ぐと。インドは精神文明では非常に傑出してきました。歴史の中で人を小宇宙とみなすアーユルヴェーダーやヨガ、あるいはヒンドゥー教、仏教など神々の真実に迫った形式はもう古代から数多いですね。ただピラミッド型の分類整理や近代化には、まあ、左脳から遠かったために遅れたという欠点を持ちます。次に OA タイプ、これはアメリカですね、O 型が一番多い。次に A 型で、これは前頭葉が優位で左脳がこれに次ぐタイプです。西洋を母体としながら O 型が一番多いですね。で、このタイプとしては、まあ、闘争心、チャレンジ精神が旺盛で、豪華なものにお金を惜しまない。ストレスを受けると苛立ちや、怒り、を示す。強引さがある。行動力、リーダーシップに優れるという特徴を持っています。さらに続けて中国、これは OB タイプですね。これは、数字的には B 型が多く、古代の中国に典型ですね。現代はちょっと違ってます。政治学、歴史理論に古代の中国は傑出していた。ただ社会主義国となってからは左の優位のね、 OA タイプの面が非常に強くなっている。次、AB タイプですね。脳の後頭部、左の続いて、右脳が、まあ、優位となる。これは 左の優位で右脳派が続くと。前頭葉から遠いので、はっきり言って目標達成力は弱いです。現実的で合理的な判断能力にもですね、若干劣る面がある。次に日本、BA タイプ。右脳が優位で左脳がこれに次ぐです。これは、まあ、前頭葉から遠いというのは、まあ、ロシアに似てるんですけれどね、日本の場合は北半球中緯度地帯に位置するため、目標達成能力でもですね、非常に得をしていると、地理上の、ね、優位さで得をしている。で、右脳優位というのは左脳優位に比べてね、脳を平均的に使う前脳タイプが多いです。ただし、戦後の詰め込み教育、あるいはジェンダー教育、自虐嗜患などで左の偏重に今過ぎてますね。前頭葉も非常におろそかになっていると。で、左の右脳や、前頭葉が後退するわけですね。そういうことをやっていると、する分ですね、まあ、クイズ的な知識には強いけれども、独立心や自立心がなく、創造性のない日本人が増えている。これはもう脳の偏重ですね。この分類はですね、地球の位置によって受けるエネルギーが変わるので、まあ、その点は考慮する必要があります。でね、日本人の脳はね、今 BA タイプ、右脳優位だよといったことをさらに、細かく示します。これは角田忠信さんというね、先生が明らかにしたんですけど、西洋人の左脳は言語脳や視音、計算を行い、右脳、右脳は自然界の音や楽器音、機械音、雑音などを処理する。雑音ですね。で、一方日本人はですね、小川のせせらぎや、風の音、犬猫の鳴き声、邦楽器、
いやハミングも左脳で聞いてるわけです。こちらね、動物、虫、鳥、小川のせせらぎ、波風雨の音、こういうものもね、ある意味では言葉であるかのようにね、左脳で聞いてるわけです。もちろん、言語、普通の言葉や子音、計算は左脳でやってますね。だから日本人というのはね、左脳さえもが右脳的に働いて、本来の左脳機能はずっと左脳の端の方でやってる可能性が多い。つまり脳全体を非常に左脳さえも右脳的に使っているというのが、まあ日本人の特徴ですね。で、なぜこういうことが起きるのかというと、まあ日本の文化の真相は多分左利きではなかろうかと。これ例えば戦前の横書きは右から左へ書きましたね。こういうふうにハワイ、フィリピン島に画角の大戦果とこっち側から書いてあります。これは逆ですね。でこの書き方というのは縦書きも流れとしてはね、左利きに都合がいいんですよ。右利きだとこういうふうに書いていくのが普通ですね。こういうふうにね、まあそういう意味では、まあ戦前までの文化を見る限り非常に深いところで左利きの文化があるということですね。で、さらには日本ではね、数多くのものが逆です。日本の文化は様々なものが欧米とは逆であると。これは逆っていうのはね、右左が逆、天地が逆、物の見方が逆、時間の順序が逆というね、そういう意味まで含んでおります。具体的には車は左、人は右の通行区分が欧米と日本では逆ですね。ハンドルも逆です。名前の呼び方、日本では姓が先で名は後、欧米は逆ですね。最近は日本もちょっと変えてますけど、住所は日本では東京と板橋区富士見町のように大から小へと書く、大きいところから書いてる。欧米では小から大へと逆に書きますね。で、日本語は母音中心です。欧米は子音中心、ヘブライ語は母音さえないですね。全く違う。で、日本の伝統的な建物は木造で、壁は土壁、障子や襖をまあ多く使う、これは紙ですね、など、まあ木と土の文化だということが言えます。一方欧米は石の文化ですね。石の文化、これは明らかに違っている。で、日本では家では靴を脱ぐが、外国では靴のまま家の中へ入る。さらに日本の基礎はですね、文化的にはニニギの御事が天孫降臨するときに稲穂を持ってね、天孫降臨しておりますね。これは農耕文化を意味します。一方西洋の基礎はね、狩猟民族のケルト人ですね、ケルト人がまあ西洋の大きな祖先であるから対極にあるということですね。で、欧米ではさらに、神に、人は神によって原罪を持って作られた、だから罪なる人ということになりますね。一方日本では神が天孫降臨して人となった。このため欧米では、神は全てのものの外部にいると唱えるが、日本では自然の山、川、動物、植物、含めてですね、神は全てのものの内部にいると考える。これは八百万の神なんかそうですね。外国では全てのものの外部にいる、日本では全てのものの内部に神が宿ると、このように考えています。だから人は心技体を整えて努力すれば、日本の場合経営の神様、野球の神様、相撲の神様、人間国宝などですね、神様に近づけたということがあるわけです。一方欧米ではですね、労働は苦役だが、日本では労働は自己を高めるための、まあ、天職というふうに考えますね。自己を高めるためのものということですね。で、日本では社長と社員の給料格差は非常に少なかったんですけど、欧米では大差が当たり前ですね。アメリカでは投資家第一の株主資本主義だけども、日本の少し前までは勤労者第一の、まあ、共同体資本主義の面が守られていたということが言えると思います。さらには日本ではですね、天皇は国家建国の父、国民は天皇の席士、子供というふうに言いますね。これはね、国家、国は家族を犠牲するみんなの家であるというふうな考えが前提にある。その中で天皇というのは国家建国の父親だよと、こういう考えですね。一方欧米ではね、国家は階級支配の道具であったり、まあ国民統治の
暴力装置だというふうな理解がされますね。で、まあこういうのが一つの、まあ、違いなんですけども、今度は電子や陽子、中性子と比べていきますとね、AB 様式の血液型と電子を対応させると A 型は陽子、O 型は中性子、B 型は電子に相当すると、いうことですね。で、原子というのはね、中心に原子核があって陽子と中性子が強力に結びつきます。それは人の大脳がどの民族も右利きにして左脳と前頭葉が、強力に結びつくのに似ている。こういうふうには、まあ人間というのは前頭葉と左脳が強力に結びつくようにどの民族も右利きにしてきたと、こういう歴史がありますね。これはちょうど原子で言えば、中性子、大型というのはもともと中性的なところありますからね、中性子と陽子がね、原子核で強力に結びついているのに似ていると、周りを電子が回るということですね。で、A 型と O 型の重り関係でも同じで、人間社会における中核がね、この、原子核に相当する結びつき。で、電子は原子核から離れて動くのだけれども、一方、すべての物質を、物質たらしめているのも電子ですね。これなんでかって言ったらね、宇宙においても同じで、地球を公転させ、自転させているのは赤道感電流だって言いましたね。これはすべて電子です。それから大宇宙の感情電流や宇宙の始まりもね、電子の流れですね。これも電子です。そこには残念ながら中性子や陽子の働きはないですね。で、地球内部の磁気、この磁気があることによって、まあ、自転するんですけどね、これも全て電子です。で、まあ要約して図にしますとね、血液型で言えば O 型、A 型、B 型、まあ、BA 型というふうに、ここがまあ一番結びつきが強いと、俗に言う重り関係に近い。ただ A 型と B 型もこれはまあプラスとマイナスで引き合うのが当然ですね。まあこういう形。これを脳で言いますと、前頭葉は O 型、左脳は A 型、後頭部 BA 型、右脳が B 型というふうになってますね。これはさらに原子核で言いますと、原子核の中心というのは中性子と陽子が強力に結びついております。こちらで言えば O と A が結びつく、あるいは前頭葉と左脳が強力に結びついて右利きにするのと同じですね。その周りを電子が回る、だいたいこういう形になっております。これはまあ有意能で言ったんですけども、ただし、利き手、家庭環境、職業なども関係し、個人を特性するものではないということは、まあ、申し上げたいと思います。でですね、個々の物質もね、電子が決定づけます。先ほど、まあ、電子がほとんど、決定づけると言いましたけども、個々の物質もそうですね。で、電子が結合することで分子の組み合わせができ、電子が離脱するとその物質は酸化し腐敗します。ということは、まあ、崩壊するのと一緒ですね。これはもう人の組織でも同じで、中心は中核をなす O 型や A 型、あるいは左の歯で良いのですけれども、B 型あるいは右脳派が一定数いないと、その組織は、まあ腐りやすい、腐敗しやすいということですね。 B 型あるいは右脳派はその意味で組織の活性化、新陳代謝のために必ず必要な存在だということが言えると思います。でね、さらにこれを突っ込んで言いますとね、神様っていうのはね、電子の連合です。で、通常はですよ、神様というのは物質的な形を取らないから陽子や中性子ではありません。陽子や中性子とこれは外部の物質的な形を取るんですけど、そうではない。しかし明らかに存在するということはね、地球の公転や自転、宇宙の創造すれば知れば明白ですね。で、この電子というのがね、極めてまあ問題で、この神はなかなかに把握困難です。そもそもそれは、そもそも電子がね、位置と時間と同時には決められないこととよく似ているんです。電子はこの時間、このここにいると捉えた瞬間に位置を変えます。だから認識した瞬間にパッと変えちゃうんでね、要するに位置と時間、場所を特定できない。だから人が電子の位置や動きを特定できないように、神の動きも特定できないんです。神の考えはこれだと思った瞬間にパッと変わるという、こういうところがありますんでね。
で、本校で右脳側の大陸から人類は発展したとかね、右脳側のアメリカが勝つというのはね、これはまあ大きな意味で心臓の側であると同時に右脳電子的神々の連合の地という意味があるんですけどね、それはそういう大きな流れは変わらないと思うんですけども、細かい動きはね、認識した瞬間に変わるというんです。だから認識できないのと一緒だってことですね。神が今何を考えている、そういうことは絶対に言えないということですね。で、まあこれはさすがというか予測できないということです。で、さらに、これはなぜ私が今日、まあ、脳と血液型をやるかと言いますとね、エネルギーの二重性のある地域民族が発展するという原則があるからです。これは例えばどういうことかというと、アメリカっていうのはね、OA タイプだと言いましたね、血液型分類だ。だけれどもこの環太平洋時代に入って右脳の地に来ますよね。これは明らかに二重性のエネルギーが働く。中国も OB タイプだと言いながら、今度はね、左脳の位置へ来ますね。これは明らかに二重のエネルギーが、二重性のエネルギーが働いているということです。総じてアジアは B 型が多いのに左脳側に来るから、まあ全体としては発展します。この例はね、例えば西洋が先行して発展したのもね、 AO タイプ、左脳優位、右脳、前頭葉追随でありながら、環大西洋の時代には右脳の地にあったんですね。だからもともと二重性があるところで発展してたということがあるわけです。で、それを取り上げますと、日本というのはね、後頭部優位の BA タイプ、これは右脳優位、左脳追随でありながら、人と見るとね、一人の人と見ると鼻の位置に来ますね。これは明らかに後頭部ではないです。で、脳と見てですね、視床下部の位置に来る。これは明らかに自律神経を調整すると。そういう意味では明らかな二重性があるわけで、今後に期待できます。ただし戦後は自虐視観やね、性差を無視しすぎるので、左脳偏重教育をやめ、前頭葉の訓練がね、教育が必要だというふうになりますね。で、じゃあ教育はどういう教育が必要なの。はっきり言いますと、自立化教育ですね。またやっぱり資本主義を変えるための策も必要だと。政策的にはね、勝った者が総取りをする資本主義の見直しが必要ですね。そうしないと個人が生きない。これは具体的には大量販売、大量廃棄を抑制し、強気をくじき弱気を助けるためにもね、広告費300億円超に課税する。これは今トヨタでは年間1000億、楽天で年間800億円の広告費無税で垂れ流してますね。これは全くやりすぎですね。同じ販売促進費でありながら、交際費としてはね、年800万円超でも課税です。あるいは支出した金額の半分が課税と、こういうふうになってますね。ただし、スポーツは現代の武道であるから、文武両道を広めるためにもスポーツ振興分は除くと。で、さらには企業広告費に依存しない言論の場を作る、必要があるだろうということですね。それが自立化を助けるということです。で、さらに教育としては、高校の工業、商業、農業、医療のみ無償化しね、技術立国の人的基盤とすべきだろうと。特に工業高校は1年間だけでも全寮制にして、親元から離してね、規律ある集団生活で全人的な自立化教育が必要だろうと。今は知識だけの受験競争のみでメリハリがなく、大学受かったって言ったらもう伸びきったゴムのようになりますね。これではダメです。あくまで日本は技術立国で生きていくのだから、こういうその基盤をね、高校時代に、形成するべきでしょう。で、例えばさらに日本維新の会の言うような大学の無償化、これは全くやめた方がいいですね。なぜか、勉強する気は全くないけど、ただなら行かなきゃ損だというね、無目的な若者を増やすだけです。手に職のない根なし草のようなフリーターの人を増やすだけですね。人は優れた環境、恵まれた環境で育ったから優秀な人材になるわけじゃないですね。歴史的な偉人ほど厳しい環境で育ってきた。そうしないと、厳しい環境じゃないと努力しないですね。だからそのことを忘れているわけですね。で、国公立大学の受験科目は関連してですよ、私立大学並みの3科目とすべきです。なぜかと、
受験のための中高一貫校や、小学校からの受験塾通いが今流行ってますけどね、これは明らかな害悪です。脳にとって害悪ですね。で今の受験競争というのは、これは左脳の知識詰め込みでクイズ王を作るだけですね。どんどん知識を詰め込む、それを瞬時に取り出す、これはもうクイズ王ですね。で東大卒にノーベル賞がいないように、問題解決能力は全く育ってないわけですよ。で将来 AI 人工知能でね、キーワードを入れたら関連するものがダッと全部情報が出てくる、そういう時代になってますからね、一生懸命この知識詰め込みの、受験競争というのは無駄になりますね。さらに東京一極集中を避け、地方に人材を分散し、戦闘用や右脳を鍛えるためにも詰め込み教育をやめ、次第並みの受験科目数とすべし。で戦前の大久保利通や伊藤博文、西郷隆盛はね、読み書きそろばんのこの3つプラス自己研鑽ですね、自分で自己研鑽する、その3つで育ってあれだけの偉人になったということを忘れないようにしたいと思います。本日のアコン塾はこれで終わります。